ベストボディジャパンのもう有名人です、はい、1位ちゃんと頑張りましたけど、ね、いや頑張ってた、そう、はい、頑張ってたの知ってんね、うん、ちょっとめっちゃ筋トレやってたからね。ずっと習い事事情コーチにチンチン見せてっていうのを何回か言いに行ったけど1回も見せてくれなかった。言ってたの？そんなに夢中になるんやったら俺は応援してあげたらいいなと思う、まあ、それ でもやってみないと分かんないっていうのでいっぱいやらせた方がいいと思う、うん、あなたの好きなように生きなさいっていう。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。とお久しぶりです。久しぶりです。もう、ね、コロナになる前から会ってないかな、確か。ってないです。そうやな、2年ぐらいかな、はい、あの、うん、今日ね来ていただいてるのは、まあ、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか、はい、ウクライナのモデル、そして今やベストボディジャパンのもう有名人です、はい、1位日本で一番ナイスバディなんでしょう一応ちょっと見せて、はい、カロリーナちゃんでございます、はい、今日はよろしくお願いいたします。なや、審査員買収したんか。なんでよ。ちゃんと頑張りましたけど、ね。いや、頑張ってた。そう、頑張ってたの知ってんねん、ちょっと。めっちゃ筋トレやってたからね。ずっとインスタ見て、もうぽよぽよお尻のこれしてんな。ぽよぽよやってた。なんかもうプロテインだなんだ飲んで。飲んでたね。まあ、うん。こうやってて頑張ってらっしゃるけども、今日はね、はい、もうそれについて語るのはね、ちょっとね。あ、語らないんですか。語らないよ。なら今日はズバリ、習い事事情。全然意味分からへんよ。え、でもみんなは子どもの頃日本で育ってるやん。日本も比較的多分習い事の多い国かなって思うんやけど、うん、やってない子の方が少なかったよね。そうやんな、うん、やってた、やってた日本で。うん、習い事っていうか、うちは部活をやってた。それは習い事ちゃうな。部活をやってた。そう、部活やってたから。もう習い事いらないな。何部やってた？水泳部やってたんだけど。あ、水泳部。私、習い事と一緒やんか。俺も水泳習ってたで。私もね、一夏だけ水泳部入ってた。嘘。そう、なんで一夏だ。なんで水泳やったの？なんか泳げなかったのね。あ、泳げなかった、一緒で。小学生で泳げないのちょっと恥ずかしいなって思って、うん、友達に相談したら、水泳部入ったらね、泳げるようになるよって言って。そりゃそうだろ。当たり前だ。そりゃそうやろ。え、俺も泳いでたで。俺も最初はまあちょっとなんか体の健康のために行ったん。おじいちゃんみたいな理由。そう言われるね。でもそう、健康にいいでって。なんかお母さんが一番かっこいい体になるのは水泳してる人やでって。あ、肩幅とか。でもね、そう、逆三角形になるよね。そうそうそう。だから、あ、マジと思って入って。なりたかったんや。うん、なんかいい体になりたいよ。そりゃ子供の時の男の子なんかみんないい体になりたい。結局長いこと続いたんよ、それは。で、俺全部9クリアして、次選手コースに行ってくださいって言って選手コースに入れられて、で、選手コースっていうのはもう休みもなくずっと泳ぎ続けるから、あ、退屈と思ってやめてん、それは。その間にものすごく多くの地獄を見てきたね。嘘。お着替えとかが一緒になるから。でもね、もう当時子供やったねんけど、子供ながらに子供の地獄には興味なくて、あ、もう大人のやつが良かったんだ。そう、だから先生、コーチって言ってたんだけど、コーチにチンチン見してっていうのを何回か言いに行ったけど、言ってたの？一回も見せてくれなかった、ね、言ってたの？コーチがな、コーチが履いてるパンツがもうブーメラン。あー、ちょっともう危ないやつやね、うん、もうちょっとしたらはみ散しそうなさ。で、なんかやっぱり、ね、ちょっとこんなん言うたらあれやけど、こう光の部分がちょっと透けて見えるというかさ。それは透けすぎだろ。ここにあるなっていうのが分かったりとかすることもあるから、だから俺長いこと続いたんやと思う。あ、それで、うん、選手コースまで行っちゃった、それで。まあ、あんた筋トレもそうやもんな。筋トレも長く続いてる理由もそうやもんな。首筋いつするかなと思ってるもんな。いっぱい習い事してきたで。他してきた？バレエやらされた。バレエ、このバレーボールじゃなくて、バレリーナの方のバレエ。どうやった？3ヶ月やめた。なんでやめた？全然柔らかくならなくて、みんなもうペターって足開いてもくっついてるのね。開脚？開脚できなくて、なんか L 字開脚。そう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 。 Y 字、なんかそんなあるよな。Y だか L だか知らんけど、どっちでも開脚、うん、そう。で、そう、 M 字じゃなければいい。M 字は誰でもできるから。 M 字ができるんやろ、うん、確かに多分、うん、やめろ聞くなで、あの、全然柔らかくならんくって、うん、バカしくなってきたのね。で、やめよう、やめよう。どうしてもまた開きたかった。どうしても開きたいけど開かないから、なかなかまた開かんから、うん、やめようってこと。そうだね。
なんかやっぱりこうジャンプした時とかにポンって開いた方が綺麗なんだけど、うん、もう45度ぐらいしかそれは親に勧められて入ったの？実は周りでやってる子がいて、その子と同じ習い事したいなって言ったら、お母さんがじゃあバレエスクール行けばって言ったので、普通さ、でもさ、親ってさ、習い事したいって言ったら、あんたもどうせ今やりたいとか言うけど続かへんねんからさ、言う言う言う言われてた、うん、けど結構割と何でも挑戦させてくれたから、優しいよ。で、辞めるときはフラミ、そうそうそう、フラミタクとか言ったでしょ。あんたはダメなのよ、それさ、もうザの塩のさ、回んだよね、元気にって思ったのに、言われた、言うよな。その次にスケートやったの。スケート、スケート、だってあれもさ、また開かんとあかん競技やのにさ、結局さ、全然また開きたかったんだね、本当に。しかもスケートなんかめっちゃ金かかるからな、言うとけど、スケート靴とかね、そうなんだよね、買ってくれた、わざわざウクライナから取り寄せたの。めっちゃ優しいお母さんな。で、なんかお母さんが子供だった時はそこら辺のウクライナのなんか凍ってる坂でスケートしてたぐらい、みんなすごいスケートしてるらしくって、だからなんかあんたもやってみればみたいな話になった。ウクライナはスケートの習い事とか結構やんのやってるっぽい。で、結局カルリナちゃんはまた開けるようになったの？ならなかった。今も90度ぐらいしか開かない。まあ大丈夫、私生活としては使える。そうそうそう、90度やったら大丈夫、使えます。ちなみにブラスさんは180度、うん、学校では部活はバレーボール部に行ってた。日本に来て最初に見たアニメがアタックナンバーワンっていう、小杖と緑が出てるすっごい昔のアニメで、アタックナンバーワンってやつ知らんか、苦しくったってとか。で、それを見てなんかバレーボール部の女の子たちがみんな達成とかって言ってるその姿が可愛いなと思って、俺もバレーボール部に入ろうと思って達成やりたがために入ったんやな、うん、で、なんか練習が男子と女子同じとこでやってたん、たまにもう混合でやっちゃったりとかするときに、それで俺もなんか先輩とか見てみんなの通りに達成達成ってやってたん、うん、そしたらある日、うん、男子バレーボールの顧問に呼ばれて、ブラス、まあ実は知ってるか知らんかな、ちょっと分からへんねんけど、男子はな、トッスーって言わへんねんって言われて、トッスー禁止にされて、みんな混合でやってる時はもう女の子の俺は見てやってええんやなと思ってトッスートッスーやってたんだけど、いざ練習試合とかになって他の学校の人と一緒に試合するってなった時にさ、男の子しかおらへん時にさ、一人だけ外国の目立つ子がトッスーって、めっちゃ恥ずかしいやつや。で、それをもう見かねて先生に言われて、それ恥ずかしいやつだ。それで俺もう恥ずかしくなってもうやめて。あ、それでやめた。え、みんなさ、将来子供とか欲しい、うん、欲しい、うん、子供にはさ、なんか習い事させたい、させたい、いいことなのか悪いことなのか、うん、どっちだと思う？まあでも、いいことです。学ばせるのはいいことなんじゃない？しかも本当はいろんなこと学ばせて、その子に合ってる習い事とか、うん、将来役立つことだったりとかっていうのを見つかればいいなっていうのは思う。たまにさ、最初は普通に興味で始めたダンスでも、生涯ずっとそれ仕事にしてめっちゃなんかやっていく人もいるし、なんかそれ、そういう、そうやってなんか熱を持てるような習い事見つかればいいな、うん、見つからない人もいるけど、でもやってみないとわからないっていうので、いっぱいやらせた方がいいと思う。親のさ、感覚で習わすの俺ちゃうんかなって思う。英語はちょっと違う、うん、自分がやりたい、選ばせたりね、とかで、選ばせるっていうのもなんか違う気がするんだよ、うん、もうとりあえずまず遊ばせる、好きなことをどうぞしてくださいって遊ばせて、それが別にゲームでもいいし YouTube とかでもいいし、で、何でもええねんけど、で、その中でなんかやりたいって本人が言い始めた時にやらせてあげるっていうのは大事かなとは思うんだ。で、やめるかもしれへんし続けるかもしれんけど、だからゲームばっかしてとか言うけどさ、今やゲームやって e スポーツになったりすんねん、うん、まあ、YouTube ばっか見てって言うけど、 YouTube に興味持ったらさ、なんかだんだんさ、 YouTube からもう知識仕入れるような情報も増えてきたし、うん、編集とかやってみたくなるかもしれへんし、だから親の感覚で見たらね、そりゃピアノやったらかっこいいし、バイオリンできたらかっこいいし、水泳でいいマッチョになったらかっこいい子になるけど、でもゲームをやってても、彼がゲームにそんなに夢中になるんやったら、俺は応援してあげたらいいなと思う。まあ、それで将来ね、ゲームを作る人になるかもしれないしな。だから結局なんか親の感覚じゃない方がいいなと。まあでもやらせた方がいいってことよ。その結果すっごい浮かまになる可能性もあるけどな。でもそれは秘めてたことやから許してよってお話を。やめ。それでさ、じゃあメイクは私やるって言い始めたらどうする、息子が。あなたの好きなように生きなさいって。本当、うん、でももう時代は変わって、うん、もうメイクはメイクでも、乳首にするメイクとかさ、なんか家で乳首のメイクをこう、あのブラス流行ってるかもよ、将来ブラス子供できた頃、時代変わりすぎ。そんな時代
対ないでしょ。乳首にメイクしている姿を見せ、だからほらそれもバズるかもしれないって考えたらだから今後もしかしたらその乳首がファッションになるってことでしょ、ね、そう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 、ここがこうくり抜いてあって乳首を出すこと自体が出して、その乳首の絵とかだけをでもみんな人々それをみんなこういろんな、かわいい、今日めっちゃ乳首かわいい、最高、それどこの乳首どこの乳首は違う、取り付けてるやんだから分からへんからな、将来分からへんね、いろんな会社がね、誰に買われて何が、否定しないことが大事だと思った。そうそう、そう思う、将来何に繋がるか分からんっていうところを見てあげたいね、うん、ということで、皆様自分の子供にはたくさんのいろんなことを学ばせて、試させて、いろんなことやってみてください、うん、そしたら、まあ、子供が ね成長して好きなこと見つければいいですよね。じゃあ今日はカロちゃんありがとうございました。ありがとうございました。カロちゃんのサムネでね、少しでもね、視聴を稼がせていただこうかなと思っている。ありがとうございます、本当に。これで私たちも、ね、なんか告知とかありますか。告知というか、まあ、私も実は YouTube やっているっていうお話、うん、してそのお話っていうお話、そう、そのっていうお話なので別に告知じゃない、別に登録してねとかはないけども、うん、やっているっていうお話やってますから、それ皆さんちゃんと認識だけしていただいて